朝一のゲートに連なるハの字を切ったマシンたち。これから始まるのはドリフト、そしてシャコタンをこよなく愛する変態、いやいや歌舞伎者たちの祭典。この日のために仕上げてきた自慢のマシンたちが一堂に会する。ドリドレーソー2017、極めつけのシャコタンを一挙にレポート。ひたかマシンでごった返すピット、その喧騒を避けるようにピット下で暇そうにしていたこの男に我々のマイクを託すことに。はい、すいません、あの今回ドリドリに来させてもらって主催者のミネ君をちょっと捕まえることに成功しましたんで、ちょっと逃げられん程度にいろいろ聞いていきたいと思います。まずこのドリドレ、趣旨はどんな感じで始めたんですか？趣旨は、はい、シャコタンの子らが普通の壮行会に行って、まあ、はみってたり、やっぱりそういう白い目で見られたり、そういうのが特に関西ではいっぱい見受けられたんで、ああります、ね、だそういうじゃあシャコタンのやつらばっかり、ドレスアップ寄りなことばっかりやってるやつらだけを集めて壮行会やってみようってやったんがこのドリドレソーです。まあ、SNS 中心に、はい、まあ、だいぶ認知はしてきてもらったかなと思うんで。台数としてはどれぐらい？台数は、ドレスアップが、140台、はい、のドリフトが95台。すごい数字ですよね。普通の大会でもなかなかそれぐらい の, あの人であったりとか台数って集まらないってことは、逆に言うとね、これ多分皆さんだいぶ聞きたいんちゃうかなと思うんですけど、めちゃめちゃいろんなとこにお金使ってるんで、あと鈴鹿ツインさんちょっと高いんでそんな儲かってないっす。でそれを今後どうしていきたい？今年鈴鹿ツインさんで初めてやらせてもらって、もうキャパ今回で大きくしたんで、はい、一旦これを継続できればなと思ってます。メインはやっぱりこうシャコタン、まあ、そうですね、シャコタンが基本ベースにはなってるんですけど、はい、でもね、インテリアだったり足回りの作り込みだったり、はい、エンジンルーム、まあ、そういうとこすごいこだわってみんな作ってくれてるんで、はい、見どころはむちゃむちゃあると思う。では今回のドリドレ参加者のマシンや走りを一気にご覧いただこう。よりすぐりのマシンたちをご紹介。このシルビア見てください、この変態度合い。
ちょっとね、オーナーの方にいろいろ教えてもらいたいと思いますので、見てください。普通でしたらドリフトするんであれば皆さん求めるのはモアパワー、パワーをどん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 上げて、もちろん煙を出してなんですけど、 NA が積んでるんです。なんで NA なんていう、聞きたくなる感じなんですけど、ターボの楽にドリフトできる NA が難しいみたいな、そういうイメージをちょっと変えたいかなと。これもエンジンではノーマルなんですよ。ノーマルじゃないですね。腰下からもう全部コンロットピストン変えて、はいはい、でカムも透明の304。結構やってるじゃないですか。一応車高を下げたいんで、はい、とにかく足回りは車高下げても大丈夫なように作ってますね。まずエンジン自体メンバーで3センチエンジン上げてますね。でロアアームとかも GK テックっていう海外メーカーのロアアームとナックルと、でそれでラックを2センチ前に 1.5 センチ前に出して、はい、逆関節にならないようにしてるんで。だって見てください、このピロアッパーの向きもだいぶ違いますからね。これあ、これあのパワーステないんで、ひたすら起こしたくてこっち向きに。そのために、そのためにですね。結構こだわってる感じの。そうですね、リア周りになるとリアはもうメンバー自体を切って5センチぐらい上に上げて、はい、5センチは結構上げすぎて。ストロークはその感じ。ストロークはしますね。リアナックルを4センチ上げのリアナックルに変えてあるんで、はい、アーム自体を水平にできるように。いやでも見た目のとはね、思ってもいないぐらいまともな回答をしてるんでびっくりしてるんですけど、とにかく車高を下げたいんで、はい、しかもマフラーもこんなとこから出してます。それで車高下げるとどうしてもフレームとか結構見なせてると思うんで、はい、これもフレーム全部切って、はい、上に傘上げして、はい、で後ろ側はここでフロアを1回切断して、フロア自体を上に傘上げしてるんで、あの室内にマフラーの背ついてる車ってなかなか見ないですよね。とにかく車高低くても足も動いて走れるように、はい、この車を自分で作って点数をつけるとしたら今何点ぐらいの出来栄えなんですか。そうですね、点数つけるとしたらまあ20点ぐらいですかね。20点、はい、とにかくあの自走できたんですけど、はい、とにかく自走がしんどいんで。それはそうでしょう、それ誰が見ても分かるでしょう。今後だから100点に近いマシンをどんどん作っていくってことですか。ドリフトするのは全然できるんですけど、はい、とにかくあの苦痛でしかないんで、暑い、ハンドルは重い、クラッチ重い、排気ガス臭い、ちょっといいことないですね。それも答え、普通の車乗れっていう話になってくるんで。そうですね。NA ということもあってロータリーのようなサウンド。エンジンパワーやトラクション性能などいい感じにバランスして、エンジョイドリフトなら十分なパフォーマンスだ。見てください、次はね、車の横に正々堂々ポリスって書いてる車いますよ。こんなワゴンの、マーバンのワゴンですよね、これなかなかいないですよ、これ。こんにちは。あ、こんにちは。アホですか。アホですね。アホですよね、わかりました。見てください、このエンジンルーム、やっぱり積んでますよね。なかなかジャック・ダニエルここで使わないですもんね、はい、あ、これ今温めてて、あとやろうかと思って。あ、そっち、はい、もうバカすぎます、本当に。しかもね、これ当たってもいいように見てください、カンガルーバーみたいなのがついてますよ、これ。でも当たったらダメですよ、インタークーラー飛んでっちゃうんで。一緒に止まってるんで。一緒に止まる。バカすぎる。バカだもんね。他には何かあるんですか。こう見てくださいよ。あ、これ鉄板で自作。はい、フェンダーも。フェンダーも全部自作で、まあ後ろのやつ逃げられるというか、もうドアも埋めちゃって。これじゃあここドア開かないってやつですか。そうです。でも基本的に全部張り替えて。お、中全部張り替わってますよ。元は残ってないぐらいな、はい、あ、あとちなみにバカだもんで、もう鍵ないです。お、もやプッシュスタートになってますね。あ、行きました行きました。これタンクはわざわざ外してアンタンに変えて。あ、軽量化で。これみんな周りの反応はどんな感じなんですか。わー、もう笑ってくれますよ。あ、そうですか、はい、今日はでどうですか、走られて初めてですか。そう、あ、そう、作って初めてで、ちょっとトラブルだもんで今、はい、必死で直してるところですね。じゃあ、あの頑張って直して後でまた優勝見せてもらえる。そう、かっこいいとこ見せますよ、はい、走行中パトライトをつけて注目度は抜群。
しかしリアのジャダーがかなりクセモノ。仕上がっているだけにジャダーを直してもっとインパクトのある走りに期待。